はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルビッシュです。では、今回は、ハウスオブアイアンを日本民主化プレイ続きをやっていきたいと思います。前回までに、すでに連合国軍入りした日本になります。民主化もすでに完了済み。ここからはですね、枢軸国、イタリア、ドイツとの、ね、戦争をですね、海軍力を使って支援するというね、プレイングになるのかなと思っています。では、早速ですね、日本軍の主力俯瞰隊、この空母艦隊をですね、地中海からアフリカ方面へと動かしていこうかなというふうに思います。今まさに激戦になってますからね。ここに日本軍の空母機動部隊を出撃させていきましょう。まず、第一機動部隊ですね。これには空母4隻が入っています。それなりの大規模で、航空隊も編成しているという状態です。各空母大体60弱あるいは60強というところになってますね。さらにこれに山本五十六司令長官が指揮を取っている主力第一艦隊もね、同じく地中海方面へと転戦させていきたいと思います。では早速部隊を動かしていきましょう。地中海のどの海域にね展開していくかというのはあるんですけども、イタリアかな。最初の標的をイタリアと見定めていきましょう。ルートはマラッカ海峡を経由するルートですね。シンガポールのマラッカ海峡を経由ルートになります。現状では特に陸戦隊、陸軍を含めた部隊を送り込む予定はないんですが、いつでも送り込めるように師団の数はね、じりじりと増やしていこうと思います。いや、この辺りは、イタリア、ドイツが、一気に攻勢をかけてるなーっていう感じがしますね。ただ、すでに、ドイツとソ連は、開戦してます。なので、ドイツの進撃がどこまで続くかというのはね、注目はしておきたいかなと思います。救急の艦爆が完成しました。救急の艦爆です。これで艦爆もアップグレードができるかなと思うので、生産のラインはね、切り替えていきましょう。救急の艦爆のスペック、こんな状態です。で、今、天山もね、開発中なので、天山の開発完了したら天山に艦爆、艦攻、徐々に切り替えを行っていきたいと思います。で、地中海、つまりドイツ、イタリアのね、制海圏内に侵入するということもありますので、特にドイツ軍のね、U ボートに対抗するための潜水艦対策、アクティブソナーの研究を進めましょう。一度繰り出していった日本海軍は、地中海で手痛い敗北を一度喫しているというのがありますので、ここはね、同じ鉄は二度と踏まないということをしっかり肝に銘じてですね、潜水艦対策も行っておきましょう。さあ、空母機動部隊は地中海に到達しましたね。あとは敵との交戦を待つのみという状態になりました。さあ、早速海戦ですね。ここはイタリア海軍と日本、フランス、イギリスの連合艦隊、まさに連合艦隊ですね、の戦闘になります。特にお互い主力艦にダメージはなしかな。一応敵の方、イタリア海軍の方、クルーザーを1隻、駆逐艦を2隻撃沈してますね。御の字でしょう。さあ、続いて海戦ですね。まだね、アクティブソナー開発前にはなりますけども、イタリア軍の潜水艦との交戦になります。ここは山本五十六さんの主力艦隊ですね。ちょっとドキッとはしちゃうけど。
潜水艦相手の戦いとなるとね、駆逐艦の数をもうちょっとね用意しておいた方が良かったのかなっていう気はしますが、それでも駆逐艦を一隻、さらにクルーザーを一隻撃沈してます。ここも戦果が出てますね。海軍力を強化してきた甲斐があったと、まあそういうものですね。ここもイタリア海軍は圧倒する戦力。ここは空母機動部隊出てますね。画面の右側の方に空母とその艦載機が出てます。でここでイベントですね。軍内における反抗ということで、我が軍のいくつかの部隊が上官からの命令を拒否したという驚くべきニュースが軍首脳部に持たされた、まあ、軍はやっぱり上官の命令は絶対っていうのがねきっとあると思いますし、当時ならなおさらなのかなとは思うんですけどね。選択肢3つ用意されてますね。今は何もできることはない。2つ目、支持者で反乱部隊を取り囲み解散するよう命じる。これ政治力75を失い、 60% の確率で反乱鎮圧、 40% の確率で効果のない威嚇というイベントに発展していくという話ですね。そして3つ目が、反抗者の前で愛国的演説をする。政治力125使う内容ですね。で 80% の可能性で何のために戦うのかというイベント、 20% で軍内における反抗が発生する、まあ、せっかく政治力あるので愛国的演説しましょうよここまで。で 80% と 20% の分かれ道ですね。ここでもイタリア海軍の駆逐艦を撃沈してます。さらに海戦、いや機動部隊派遣した甲斐があったというものですね。存分に威力を発揮してくれてるなっていうね、そういう感じがします。さてフランスの方ですが、パリが陥落するかもしれないという危機的な状況になっていますね。となるとここはですね、我々も梅津さん率いる20師団を投入してパリの陥落を防ぎにかかりましょうか。このまま座して待つとおそらくパリ陥落しますね。なので梅津さんの部隊をフランスに、増援として送り込みたいと思います。待望のアクティブソナーの研究も完了。これで潜水艦の探知格段に上がると思うので、いきなり攻撃、魚雷を受けるっていうね、可能性を減らしていきたいと思います。さらに、敵の潜水艦を沈める爆雷投射迫撃砲、これの研究も行いましょう。とにかく、敵の潜水艦を沈めていきます。ここも敵の重巡洋艦を撃沈してますね。では空母に舵を切っている中ではありますが、大和型戦艦の、研究も開始しましょう。99日、まあ約3ヶ月後になりますね。速度も33ノット出るのか、これ相当速い高速大型戦艦になりますね。はい、イタリア海軍の機関を撃沈してます。これでイタリア海軍事実上壊滅させたと言ってもいいぐらいの大戦果が上がったんじゃないかな。アメリカ海軍と戦うよりはやっぱり骨がないですね、イタリア軍は。続いて天山の研究完了。これで攻撃機もアップグレードしていきます。天山にアップグレードです。はい、先ほど起きていた軍部の反抗の気配ありというイベントでしたけども、何のために戦うのかというイベント、まあ、結果的にいい演説になりましたね。
愛国者向けの演説という内容だったと思いますが、安定度の基本値プラス 5%、 これを手に入れて反乱も防いだということで、まあ御の字の結果ですね。まあ、ただあそこも結果的にはですね、政治力が溜まってたから良かったんですけど、政治力が125もしなかったら内乱が起きていた可能性はありましたね。梅津さんの20師団、まあ1師団増強して21師団にしましたが、ちょうど今シンガポールを開港したところになりますね。マラッカ海峡を通ってフランスへと支援のために向かってもらっています。さあ、パリ陥落間近というところで、本当にパリの市街にイタリア軍ドイツ軍が迫ってきている状態なんですけど、まだ日本軍到着できそうな気配ないので、もう少し粘ってもらわないとパリが陥落するっていうね、そういう状況にもなりかねないという心配な状況になってます。じゃあ肝心の梅津さんの部隊どこまで来てるかというと、ちょうどインドを渡ってですね、これからいよいよ地中海に入ってこようかと、そういうタイミングですね。フランスが降伏したか。早かったな。もうちょっと早く動いてればパリの陥落を防げたかもしれなかったんですが、残念ながらフランスは降伏してます。となると、ちょっと戦い方変わってきちゃうかな。当初の想定では、フランスに直接上陸するという作戦を考えてましたけども、これもちょっと難しくなりましたので、一度、そうだな、部隊としてはあまり砂漠戦に向いた部隊ではないですけども、アフリカに入って、アフリカから枢軸国を追い出していきましょうか。続いて、勢いに乗るイタリアはギリシャに宣戦布告です。今の最新の、陣営マップ確認しておきましょうか。こんな感じになってますね、陣営マップは。連合国、枢軸国でいうとこういう状態になってます。で、日本は先ほどお話した通り、今言ったんですね、フランスの解放戦ではなくてアフリカ戦線の方に部隊を送り込むとこういうことでですね、枢軸国に対して戦いを挑んでいくと。一方ですね、コミンテルン、まあ、つまりソ連ですけども、こちらはもうすでに枢軸国、つまりドイツとイタリアと開戦状態になっています。アメリカがね、あとはどのタイミングで参戦してくるかというところになるかと思います。イタリアはね、海軍を壊滅させているので、この後はドイツ海軍もね、壊滅させにかかりたいなと思いますが、一旦艦隊は回復のために、増強するために戻して、その後、今度はね、ドイツ海軍を叩きに行きたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。